したら、はい、担当本店持ち対担当本店持ち、普通担当の稽古というのは素で対担当本店持ちで、素手がどうするかというものしかない。ものしかない。しかも、ある武道とない武道は、ちょっと私の解釈は変わっていて、担当素手対素手の場合も、担当どうするか、素手どうするか、という傾向をする。で、素手も、担当も、その場合、普通は担当が素手をやっつけることはないんだけれど、素手が5人おるとか、そういう前提でやる。で、今日は、担当対担当。これもどこにもない。それで一応、これで、ちょっと研究的にやっていこう。約束として、まあ一応右手に持つということにしよう。一本の場合は。本手持ちの場合でも逆手持ちの場合でも、右手に持つという前提にしよう。ほんまに左手に持つとおるけどな。それから、担当の持ち方は、本手持ちと逆手持ちということにしよう。怪我したらいけないんで、原則として目の攻撃はしない。体やったらこうやると、どうってことないし、どうってことないし、どうってことないけど、目だけがついたり切ったりしたらいかんから、意識的に避けよう。という。はい。な、そういうルールな。怪我させたり、させない。させられない。特にここが危ない。な。ここ以外スポイントよ。まあ、あんまりちょっと痛いけど、どうってことない。はい。ほな、稽古。はい。それで、先生、これ、うまいこと使わんといかんねんけど、左手をうまいこと使えというのが、先生の考え方。大事なのは、これ終わったら終わりやな。一本抜きやな。これで一本抜きやな。先生の場合は、斬新連続で必ずしも一本抜きじゃないし、普通のやつは左手使うといけないやから。ね。だけど、左手を使う。ということでやる。はい、構えて。で、これ、こう構えてもいいし、こう構えてもいいけど。な。どちらがでもよい。どちらがでもよい。ということは、両方やらんといかんと思うな。はい、一応こう構える。はい。で、こう構え方。やっぱり、これ攻撃範囲がこれや、これや、あ、これあんまり関係ない原則な、蹴ったりしたら別やけど、だから、はい、もう一回考えて、それやったら低い、剣道でもこの人はね、そうなの、あれ、頭も顔も防ぐ。だからこんなんしとったらな、上に対する防御が遅くなる。もうちょっと高く。このぐらいで構えんじゃん。剣道、こうやって低く構えるか。もう下段の構えは別とし。下段の構えなんか今頃する人は、100人に1人おれへん。な。中段の構えが100人中99点何人。中段に構えるという。まあ、剣道で下段の構えって見たことない。中段の構えに相当する構え方をするという。上段の構えはある、剣道はな。あ、下があってるな。で、これやっぱり中心線に構える。中
中止せんや。いや、ここに構えてたらあかんぞ。横の下の声構えたらさあかんぞ。ちゃんと中心線やと。ほな、こっち側も中心線やと。こういうの。高さ中心線。まあ、大まかなこと言うて。目ぐらいの、あ、目じゃないですね。喉ぐらいの高さにしとくよ。自分の喉か、相手の喉かいう問題になるけれど、ちょっとそれ曖昧。まあ、自分の喉ぐらいにしとこう。剣道では、まっすぐやったら目に入る。まっすぐやったら目に入る。ということでさ。けど、これ長さが違うから。な。だけど、このぐらいでいいと思う。あと、ということは、下の攻撃はあんまり普通はない。むしろ、上の攻撃の方が多い。上の攻撃の方が多い。こっから、これ中心で、この範囲。だから、この範囲を守れるようにしとかんでる。だから、この構え。距離。遠すぎる。な。近すぎる。ちょっとここで、わずかに離れて、まあ、一歩で、行けるなと。剣道でも同じ。一歩でつける。ほんま、一歩で面を打てる。突きの時はもうちょっと剣道近づいておかないといかん。けれど、まあ、に準じて、ここは離れてる。けれど、離れすぎたらいかん。一歩でつける。な。一歩で、だからこの距離は大まかなこと言うたら離れている。人によって違う。若い人やあんなのは跳躍力があんなのがある。年寄りは近い。剣道でも年寄りはもう交差しとく。若い人は離れとく。でこのぐらいで足はあんまり幅広くするな。細い面。この感覚は左右細い面。前後も小さく。剣道みたいな長いもんやっとってもこんな構え方した俺。剣道のあの従軍って見てみ。こんな構え方した俺。みんな小さい。でも小さい。ただ、しないが軽い。軽いから穴にできるかもわからん。600グラムまで。真剣は大きいやつやった。1500グラムぐらいだよ。場合によって2倍以上だから。ちょっと足が狭かったら、あれだから、ちょっと大きくなるやろうとは思うけど、これも軽い。担当もこの間からちょっと冷めすぎしたら分かるように軽い。だから重さは担当の場合はあんまり本物でもこんなもんでもあんまり変わらない。だって足幅は小さく、前後も小さく、動きやすいよな。でまあまあ四五六やな。で、体重を前にかけるぐらい。で、入る。だ、そうするから。で、左手は、絶対これ、こういうふうな構え方するな。うん、剣道の試合見てみ、こんな構え、宮本武蔵みたいな、宮本武蔵、両刀持ってこうやってる前で、あれ、ええな、思って、かっこいいな、思って、アホは考え、そういうふうにな。理由もなしに、ああいう考え方をするな。あれ無構えとも言うけれども、剣道であんな構え方しても、全日本大会でもおれへんの。みんな中段の構え方で、まあ、たまに上段もあるけど、ただこのぐらいじゃない。な、あれちょっとさ、殺せるように。な、ちょっとさ、殺せるように。
ええか、これこれからな、前、まあ基本はそうかも、基本はこうかも、あるいはもっと大きく基本はこうかも、基本はそれでいい。だから基本の面打てって言われたらやっぱりパンこれだね。けどな、こんな小さいもんやから、そんなに大きく振りかぶらんでいい。でか、これでも、当たれる、みたいです。あのぐらいだったらまあいいから。まあ、小さく振りかぶる。な、剣は大きく振りかぶる。まあ、まあ、このぐらい振りかぶっとったら、大きく。な、だけど、これ、基本、今基本な、上、前が相当としてる話やけど、こう。ね、あとここで当てる。ここで、こう当てる。けど、実際はだよ、ここにおる。ここにおって、ここにおって、こういったらもう、これだけ出されたら、出ない。したがって、これ、なんとかせんといかん。入るとき。これ、逆手持ちでも、そんなにちょっとこうやって言っとったらいいな。今、僕、中心線だよ。中心線を置いて、クッと出しながら前へ出られた。なんぼ、はい。ちょっと、やるよ。これ、危ない。こんなの、ほら、ちょっと、危ない。というの、小さい動きで、中心線上でクッと動かされた。危ない。だから、これも、はい。何しても危ない。ぐーっと前に出た方がいい。早く前に出た。動き見たら、もうこれで危ない。やってみるよ。はい。これで危ない。この、本当の字でも、これで危ない。ということで、これを、なんとかせんといかん。これを、なんか、剣でも、刀でも、先生、この間から言うとな、これを、なんとかせんとあかんと言うとな、担当でもね、これを、なんとかせんと言う。構えられたら、だから、必ず、中心線で構える。ここで構える。この高さで構える。うと、喉あたりが、ペッと、まっすぐ行ったら喉やったら、鼻にちょっと見えかもか。前に出たので、だから、必ずこれを何とかすることを考える。いいか。これ、ちゃんと守っておくよ。こうだと。だから、これ、もう大きくこうなるのがしたらな、また危ない。大きくしたら危ない。これ、邪魔するんだもん。こんなことしたり、こんなことしたりして、大きくしたら危ない。できるだけ小さく、これを処理する。これを処理するのは、本来の目的ではない。攻撃の道を開けんねん。危なくないようにする。で、これこうやってやったら、またすぐ元に戻る。戻るまでにやる。だから、これ何かしたら戻る。戻るまでになるとかさ。これ大きくしたら、はい、ちょっと大きくしようもたらこれが伸びてくる。これを潰そうもたら。こんなん、こうやってやったら伸びてくる。これ一度も伸びてくるような気持ちでなかったよ。前へ出て伸ばすつもり。だから、これを、ちょっと何かする。小さい動作です。小さい動作です。大きな動作でしない。モーションつけてしない。な、モーションつけて、あかん。小さな動作で。ふっと、これでいい。ん?これと、力いらない。君、力入れといて。今。
入れるな、もっと近い、冷静に。もっと近い。ということは、力がいらないんですよ。だから、小さい力。小さい動きで。な、その代わり、速い。柔らかく速い。相手に分からんように、やるぞというふうなことを、来るぞということを分からんように。だから、その例として、重心線なんですよ。こうじゃないぞ。こういう意味じゃないぞ。自然にここから出とけ。ということはこのように。か、これがこのような高温度。こう。力入れた温度。で、だからこの時も、ペクッといく時も、僕も力入れると。どっちも力入れると。でか、こうやられたから、押し返すようなことは、力入れてなんかやっていた。な。例えばこう押す、な、押し返す。とか、こう押す、押し返す。押し返す。ちょっと押す。な。だから、むしろ、押さえないようにしとくこと。そこをまた押していく。押すような力抜いて押す。力抜いて押す。力抜いて押す。だから、いかにこれを力を抜いて、小さく柔らかく、素早く柔らかく。あと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、こうやって。で、これも、斬新連動の原則でやる。けど、これ、早くやらないと。だから、こうやってやっとったら、そのとき、これでいい。これ、力抜いていい。力抜いておくよ。パッとやって、もっと戻るぞ。ちょっと、俺の腹筋。わかるか？もっと戻るやろ。これ、何でやるんだ。力入れとっていい。体もつかない。これね。もっと戻る。下手したら、はい。体が来ない。力抜いとったら、はい。力抜いとったら、もうそういうこと。力抜いとったら、これちょっとようわからない。もう入れんでもいい。あれ、入れるとしても、ちょっと軽く握ると、ピュッと戻る。だから、パンと張られた瞬間に、ようわからない。力入れんでもいい、そのままでいいという考え方と、ちょっとというのは、これ5か 10の力で、それを12、3ぐらいにする。もう20だったら多すぎる。な、10台取ったらほんの15以下や。ちょっと入れる。そのぐらいでパッと元に戻る。はい、元に戻るよな。元に戻っただけやったらあかんねん。これはい、まず元に戻るという説明分かるか。はい、うん、これ別に急にな、反対側へ跳ねてもいい。どっちへ跳ねても戻る。それか、はい、どっちに跳ねても分からんように跳ねたの。俺目があるから。君どっち側から跳ねようか分かる。左から来ようか右から来ようか分かる。分からんでも元へ戻らんというか、目つぶる。目つぶっとったら、君が払う瞬間分からんな。いつ払いようか。右からも左からも、どっち側から払いようか分からんな。それでも
またええことはずや。そういうふうな考え方を先生が入るべきの。もっと戻るよ、分かるか。今、目つぶっとったな。と、君はな、どっちかから払いようか、分からない。目には見えない。いつ払いようか、分からない。それでも、元に戻る力があるな。目開けとったら、もっとよく分からない。目開けとったら、あ、払いようか。目から来ようと、手だけから来ようと、全部わからない。目つぶっとったらわからない。だから目つぶっとっても、ペッと元へ戻るような持ち方をせんといかん。だから、フォークにもこうやって君構えるじゃな。その稽古。握り方も多いね。握り方も稽古。力入れていかんと、まあ弱すぎて。俺言うの、たぶん、もう偉いけど、まあ、獣医会ね。獣医会、何か感じた時に、ふっと軽く獣医ぐらいにしたい。でも、いつまでも獣にしたいか。0.015 でな、パンと来たことを感じた場合、0.05 秒ぐらい、ピュッと閉める。かしめないくらい。それが0でも取ったら、ポンってやったら飛んでいく。これは、けど、軽いもん。そういう気持ちで、はい。これで、目を開けて、中心線で、中心線で、な、この高さで、力を抜いて、これ握るかな。ほんで、足小さく、ちょっと後ろのかかとが上がるか上がらんかぐらい、後ろのかかとが上がるか上がらんかぐらいにする。足平行、後ろ外向いと、足平行、これ自然体、姿勢よって下向くな、目のあれ下向くな、でこう考える。で、この手、ここにいて、たまんぼ。軽くここを、あんまり出すな。この手、ここへ出すな。ここまで出したら狙われる。出しておいてみる。こうやって出しとうな。ほんなら、ここに、たまんぼ。じゃあ、ここ狙われる。な、これ、腹を出す。体で使うから、ここ。あんまり出すな。けど、下ろしとったらまた、出が多すぎる。だから、体につけるぐらいで、こう。ああ、天道の肩見て、子たちの肩、みんなこっち側、こうやってやってる。先祖もこうやってやる。あ、もうちょっと。このぐらい。この人、こうやってやると、固定狙われる。な。そうやって、そうやって考えたら、これが一番近いから、僕の。これから攻めることになる。だから、これから攻めることになる。で、今言うとように、何かこうかこうか、まあ、場合によっては上からやるかもわからんけど、あまり下からやらんと思うけど、な、横からやろうと思う。上からちょっと上げるといかんから。やりたくないけど、やったら元へ戻る、すぐ戻るな、今言って。その戻るまでに攻撃しちゃうというか、これポンとやったら、戻る次に。戻るまでこうやってこうやって。あるいは、戻ってきた時にはもうここら辺とか見えた。あれか、こうやって、戻るまでにやっとく。
あるいは戻った瞬間にはもう入っていると。ということで、晴れて休んだらいいか、晴れて止まったらいいか、晴れて起きていたら行くのが遅くなる。ここだけ開ける、ここを開ける、相手の中心線の上のこれを開けるというのが目的じゃん。こんだけ開けるよ。それでまあこうしような。ですぐ動けるような体つきや心の状態になっとけ。すぐ動けるぞと。で、何もこうやってな、止まっとくわけだよ。どっちをすると動く。前後左右に。けどまあ今動きまで加えたら難しいから。ちょっと軽い動きに。ちょっとぐっと終わっていく。な、これ。もうここやった。そこへ行くのにだいぶ時間かかる。な、ちょっと遠いや。お互いに一発で行けるな。で、終わったらもう行けるな。だから中心線。中心線で、やっとこれでいるわ。ここを破ってこない。な、だから中心線を守る。これ、相手が、末の場合でも、相手が長い方の場合でも、中心線を、その中心線を片一方はいかに突破していくかが大切。まあ、この剣先と剣先をね、これこんな幅があるから、もっと細い。こう幅がありすぎる。で、仕方ないから。これとかが同一直線上にあるぐらいのつもりでおれ。実際は細い。3ミリぐらい。刀の幅よ。5ミリもあれ。せいぜい5ミリかもある。まあ、それで、これで、いとくよ。これでな。あっ、はい。普通は、ここから始めるように。ここから始めるように。ここから始めるように。小さくて。これもうあとボーンとぶつかるつもりでいったり、ぶつかれることは手こうしながら体ごとぶつかっている。な、体ごとぶつかっている。これでも力が入って弱いから、あまり力入れんでいいけど、体ごとぶつかっている。だからちょっと痛くないと思うけど、ちょっと体ごとぶつかった時にここへショックがプツーッと入んねんけど、この間の誰かさんみたいにプツーッと入んねんけど、やっぱりショックがある。骨やなぁという感じ。だから着いた瞬間にまた軽くしない。いいか、これこの時はむしろ締めんでもいいですけど、10やったら15ぐらいでいい。15やったら15ぐらいでいい。これちょっと今近いと15ぐらいで。で、腕でいつもつくと、体でつくと、体もつくった方がいいから。これ、戻るやろ。戻るまでに、もつ腕まで回っと。構えが構えに戻って、崩されて戻ったらいいやから。こっちは続いて、もう一つ、クッと出したらいい。そんな時間は与えたらいいか。な、戻ってこうする時間与えたらいいか。戻るだけの時に戻ったら今いいか。戻るまでに与
アリが戻ったと同時に言ったのは、これグッと差し時間与えたらいいかなと言うと、あ、だからこれでこうするな、パーパーパーとかで、けどこれもうちょっとかね、ゆっくりやるとこれで、それだけ。すべて上手、特に顔をつく必要はない。自分突き抜けたらいい。素手と顔のと違った怖い。筋肉も違って、うん？こっち筋肉ないな。筋肉ない方やられたら怖いし。ええけど、目もあるしな、脳もあるし、こっち側の怖いけど。これ、担当はどっちだろう。むしろ、まっすぐに、これをこう突き刺しても意味がない。こう突き刺しても意味がない。こう突き刺さないという。あ、体にまっすぐに入る。それが右手の使い方。前で左手で言うと、右手の使い方。な、これな。さあ、OK。それ、もうちょっと後のもうちょっと技を教えてください。左手ほな遊んどんかどうだ。左手遊んどんかということになる。遊ばない。いくよ。こうだ。もうちょいもうちょっと抑える。この左手と右手が同時に違う作業をするんだ。だから左手も事実を近づいて、これゆっくりやるよ。トップトップしつけるか、つけないとか、君力入れてこっちしてごらん。俺つけないとか、ちょっとこっち掴んだら絶対あかん。もうこっちが突き刺したのか、こっちが掴む必要なのか、あれこっち軽く押さえて、これでこれ何個ぐらい近い、10もあるんじゃない、5あるよ、10も感じへんの、その上で押さえて、戻ってきたやつを押さえて、戻ってきたやつを押さえて、ちょっともう次つけない、でこのつけが早いから、はい、ゆっくり、でこう考えてこうと、うん、はい、これ高いところどうしても高いからな、下でも浮かない、下の方は直角的な、一節に、一節に、油がこの辺になって、歯を入れたら、刀の歯はこの辺になってる。油で止まる人が、はい、ここで、油がこの辺になってる。あばらが来ないなと、でこれで刺したらあばら来ないなと、ここで止まるいう人が多い、まあここに心臓があるから心臓を刺したいんだけど、あ、いやごめん、こっち側に心臓があるから、まあ、心臓ちょっとこっち、ここ刺したいんだけど、ここ刺したら止まる、ここ刺すときは横にせえという人が、で僕はこの真ん中刺せると、骨があれ、骨がないとこ刺したらプスッと入る、だから無理して
上刺す必要、こんなとこ刺す必要はない。ここでも丈夫。格闘的にはこの方が強い。ここの方がちょっと上向いておくから弱い。ここの方が強い。あ、ここでもいいんじゃないかなと。骨も荒れへんしな。エンドロップスタイル。ここも骨が荒れへんな。エンドロップスタイル。ここら辺ちょっと骨があるから。ちょっと止まるぞという人が、実際やったことないから分からん。理論的にはそういうことになると。それでな。はい。今、ちょっと、脱線したけど、左手の使い方。まず、開け方言うてな。な、左手こう置いとんの。起きた時に上がっていく。どっちを力入れていく。こっち側は、前へ行く力と突く力でつく。腕の力と体の力でつくから、ちょっとここだけ、ついた瞬間に締める。けど、15ぐらいで15。で、ここも軽く押さえて、この動作を同時にする。その時に、はい、もう一回言うと、ここから、これ標準前な、標準前からこっちにこう入るやり方と、やり方と、これちょっとやばいところもある。こっちに、ポイって強化を。ブインと出てくるブインと来る恐れがやばいもんだよみたいな。けどこれブンブンブンとこれがどのタイミングで出てくるかや払うってみよう。遅れちゃう、遅れちゃう、ちょっと遅れるぞ意識、はい、ついてくる。受けられんもう一回、バンッと出ようよ。こっちを、パッと、パッと。というのはな、俺が、俺がこう言って、こういう方向を持つと、二方目、君が出てきてくれよ。いいか、俺、はい、もう一回行こう。はい、ゆっくり。一本目でこう、動か。一本目でこう、二本目でこう、表を持つと。けど、日本が出んでも、君が出てきてくれよ。だから、もうそこの場で払っちゃう。こうやって、こうやって、さっと、だから、そういうふうに考えて。ああ、どっちの方がいい。だから、一つは、今言ったように、標準前からな、さらっと。もう一つは標準前よりちょっと遠くて誘う。相手が出てきたらそのまま。出てこなかったら予定通り行く。ゆっくり。はい、出てこない。いずれにしても。非常に決まった形になる。これがちょっと低い目ついてきてる。低い目ついてきてる。ちょっと、じゃあ低い目な。はい。はい。はぁ、ぽっぽっ同じこと。ちょっと高い目ついてきてる。川のことでどうな。ほっと、これ標準前やな。ぽっぽっ、ほっ。顔ついてくる。けど、おか直接ついていくわけだからな。一回戻らんと、こうなったら来てるな。だから、これ、払うときは横行ってる。もうすぐ戻ってこう行ってる。な、だから、これでも、あれ、ブー、ポッポッとこれで抑えられるから、これが、ちょっと今言ったような、はい、こちらのことから足から説明して、こちらの説明して、
クレジダイキョン参加させるんやと言うたな。ということは両足と両手でやる。これが一対一のこれ中段中段の構えの話な。またでそれの応用として応用はい標準前ゆっくりこうなこれ戻るやんはいこれちょっと戻るやん中心線を守っとくあこれ一回もう書かないで中心線を戻っとくなその時にこっちなだからちょっとあいや危なくないけど帰ったやつについてみる折れへんというよりちょっとその前に使えそうはいはい折れへんし使えるとって使えそうほらあの速さでそれこの見てよあしこで俺が普段言うとおり確か 0.01 秒は止まったのかもフォークが言うと走っとは分かってへんねんな俺も走っと確かなこれパンパン走っとんねん実は 0.1 秒止まってるだけどこれはいこれでゆっくり言った理論的に言うと今左手だけで話し右手だけで話しとよなはいこうどうやって、ここだ。その瞬間の右手やる。うん。だから、ベッとこれじゃねえか。こっちじゃねえか。ブーン、高い。とこだ。うん。実際、その時、左手で遊ぶんかいって遊ばないのか。左手がまた働く。だから、あくまで先生の武道は一本の時に左手をどう使うかへ左手使うとゆっくりななこれとこれもっとゆっくりやるとこの時ここが入ってきよう君払われたらなここまでは戻らない向かわれてね、はい、さあここまでは戻らない自然に戻るのここまで自然に戻るただ今日はそこまで練習しないけど今の無意識のことな今度目は無意識のことピュッと僕の意思とは関係なしのことあそこちょっと意思ね意思の心はいはいこれあれ、無意識で意識がふとあれからあれで終わりですかそうじゃないさあはっ足で飛ばされたらあれで終わりだし目切られそうなんですさ目でもどうぞあれそれちょっと難しい初めからそんなこと考えたら難しい
無意識で戻るいうことを考えたら終わり。だから、あれ、こっち回り込むのを見ても、ああいうふうな技を使われたら、な、これ、ちょっとよくやるよ。これな、これ。僕、中心点やから、中心点に僕は、君を中心点に持っていきたい。君中心線に戻ったら折れへん、相手が。これ俺中心線に入っとる。瞬間的にな。中心線を取ったよって。君中心線をパッと戻ることによって、回復したつもりやけれども、相手いなくなったという話や。これはそういう話やって、はい。これで中心線、中心線は同じじゃない。な。これでさあ、ごめん。はい。これ、さあ、中心線がなくなった。で、まあ、今のやつは、参考に、次の段階で覚えたらよろしい。もう一回ゆっくり。はい。1、2。これな。次の段階で。今のやつだけでも非常にいいと思う。いいと思う。だから、まず、そういうことで、めったに、こんな、本当もっと戦うことないんだから、あれ言って知っとっただけでも、だいぶ、わかる。あと、まあ、考え方。はい。こうなんだよな。うん。こっちは難しい。ちょっと、こっちは全部。だから、ふっと、ちょっと、こうする。こうなんだよ。だから、これ。これ足がここまで行く間な、足がここまで行く間こうこうこうかもちょっと行くんやろ、あの間に右へとさあちょっと右へと動く、右へと動く間にな、これがピュッとこれがさあ、じゃあちょっとこれ、これちょっと前と違うて意識的にここを置いてる、これ戻らんようにしよう、戻らんようにしよう、前のちょっとやって戻ってもいいから、戻るまでにこうする、あるいは戻る、これを押さえるんだ、これちょっと左手が使いにくいところがある、それでこれでなポーツどうする、伸びて続き左手使わない、これだからゆっくりやればいいし、いい入りに行こう、これがピュッと戻るんや、ちょっと戻さないように棒の握りをちょっと十にする、これ十にしたら戻れないだろ、もう一回やるよ、これでちょっと戻れるか、戻さないようにさ、そのままこれついた時にこれもうせついてこれ手外れるよ、手外れもうゆっくりやるよな、1これつくから外れるから2これ、これちょっ
こそえるいたからやつに、にってやつが十でいいんやで。軽くこそえる。0.01秒だけ。すぐにこちらに交代しよう。で、こちらつきゅう。だから、こうやって考えられた。そう、ふっと。くっついたらわーってやって、もう押さえとったら何もね。これこっちはあくまでまたゆっくりやるよ。な、大きいにたかんど。これ大きいにたかんど。スレスレでいいか。スレスレでいい。2cm ぐらい。2cm ぐらい。2cm ぐらい。これ、やった後、これどこ向いておか。君向いている。今から刺すよというところを向いている。これ、やりすぎじゃないか。大きすぎじゃないか。遅く。遅くなったら君、動くなってくるから、次これやりすぎたら遅くなる、だから、殺して小さく殺して、ふいとこういう人小さく、はい小さく回してもうそこ寝ろと。その時にこれ。大きく回したらいいか。小さくすれすれ。ということが一つ。抑え込みすぎたら力出したら。さっき言ってた。これでもやりすぎ。こっちに、ね、だからあくまで歯をとってとって君の方を向いてる、そのままでまっすぐ、それをちょっとブリッとこうやる、危なくないようにやるからな、はい、こう触ってとっとこれが、それが反対側からの動かし方。はい、もう一回。はい。決めたら小さく止まらへん。まあ、これ、突き刺したら終わりやな。また冬はもう一回ついてもいい。これ、押さえてもらう。こういうふうに、先のことといい、後のことといい、左手でどう相手を抑えるか殺すかいうことをするんだよ。左手だけのことをもうちょっと詳しく言うと、これってこうするんだよ。な、まずいこうするんだよ。手術をすることによって、はい、あんた差し当たって力入れと。上げよう思っても、突っ込むってもできない。下がったらいいんだけど、こっちがなんかするともう一回使える。使いますね。こっちが十分余裕を持ってもで、今のもう一つのやつも、なこれで、こうやってやられた、こうやってやられた、これで、はい、動けない。こうなっちゃったけど。で、下手にガンガンガンって決まっとったらもう一回やる。というのはな、これの力を動いてるんだよ。これ自由。いつもつけよう。まあ、蹴るよりこっちはついた方が効果できる。こういうふうに、左手がうまいこと働かんという。それで構え方、足、これ、力をどうするか。な、いうこと。
構え方を正しくな、正しくな。で、次はこれをいかに殺すか。まあ今左右からの殺し方をちょっと説明した。いずれも先の殺し方に刀もそうだ。あれ殺さんと飛び込んだら中心線で危ない。普通はしないやんねん。月はここしか行かないよとか。お疲れなくていいけど、本当はどこ疲れても危ない。これをこの先をいかに処理するか。やっぱりここなんだよな。はい。これコップ、これ何やったんだ。こうやって戻るやろ。これこんなのな、こう沿ってこう沿って2回やられるんだ。こうやってこれでこうやってやったらもっと戻るよ。こうやってこうやってもっとこうやってこうやられる。そんなことせんね。本社どうする。先を先でこうやって遊ぶのが目的じゃないからな。だからそんなこともできる。さあ、ちょっと。これ、さあ、さってやってる、先生でも入ってるよ。だから、まず、簡単な方がいい。簡単な方がいい。で、あれ、確かお互いに、担当は危ないけれども、担当は危ないけれども、お互いこれさっきや、担当通じてる話だから、これすべてこれでこうやってやらないとちょっともっと怖いけど、担当と担当や。次考えられるのは、上からどうするか。今の左払い。右払いが上からどうするか。下からはちょっと僕嫌やな。上からどうするか。上からこれちょっと難しいけど、やれんことはない。やれんことはない。だけどこれパーってやってこうやってやってまた呼吸相手のやつとかってちょっと考えてもらう。呼吸を何回も言うと、この中な、一生懸命解説したくて学習してな、こんなそれでいくわということではないんや。誰か戦うときに1時間ぐらいレッスンしたらか。理屈が分かったら裏取れも止めてる。だけど昔の宮本の武蔵でも、俺足こ行ってこれやって、その次こうするぞと。よう勉強しときや。ほな次の日やろうかってやるか。もう一本しよう。伝達こうしよう。な。伝達こうしよう。先生にも教えてもらうと、こんなこないしますよ、あんなこないしますよ、そんな話じゃないや。今のやつは、ちょっと今すでになって、例えば、こうやってやっとってな、先生すでやったら、この左手こうやっていって、こうすでやったら、これ。普通はこうやってこう振るかな。だけど、こっちが強いとこ、バーってやったらこっちが強いとこ、これで、バーってやったらこうやった。しかも、これ、これ、バーってやったら、こう振るのはまさ
さりこう必死でも抑えようとしてこう変える、まあ、ほら俺ってそういうことが相手担当も取ったらできない。なこんなこと昭和さんもうこれでやらない同じことできてる。こうやってやっとってこうなんかしとったらさっきやられてる。だから全てを担当でやるわけ。担当と担当でやる場合はちょっと違う。これも違う。あくまでこれがこれだって。僕は君もこれをこれだって。君の注意こっち側にある。あまりこっち側にある。大抵の人は左手はよう使う。だから、やっぱり技は違う。ちょっと剣道と加えて2ぐらい、2で割るぐらいなんだから。けどまた長さが違う。と剣道はこっちなんだけど、あれ、両方使うと。これはこれがある。そういうことで考えて、だからこんなんでも、こちらの非常に刻みはね、だけどこれここまで、な角度変えたこちら、これで中心線を外す、はい、中心線。これで中心点を外す。中心線を外す。急にコンコンしてバッとこっちくるのちょっと死んでる。あこうなると、あいつら、はい、ってことや。パンパンってこうだ。こっちを。しかし、まっすぐに対処せんことは早い。二つ教えてる。小手の持ち方。足の使い方。一つ。一つ。二つ。多分こっち側の方が早いとも思われる。もう帰ろう。これも固まってた。おいや、はい、はい。くれる。剣道と違うのこっち打った後、こっち切った後、押さえとる。それも。こう打ったら危ない。遅い。相手見る時間が与える。な、相手見る時間が与える。だから、これ、こういう、このぐらいで越さんというか、これ、こう、こうやんな。これ、こう、ほら、これ直線じゃない。こう、あのぐらいでやらない。小さいから距離が短い、短いから早い。その分、この足が入らんじゃない。足に。が、こっち
側に合わせていたんです。こっち側が足に合わすんだよね。足がこれに合わせる。足が速い、これに合わせる。だから足速いじゃない。はぁ、ちょっと、ちょっと。こう。打った後。打った後。こうね。ほら。上げたら押せ。上げたら押せ。上げても打てるで。というのは、なんで上げてるというかと思ったら、ここを打っとったら、相手も動揺しとるから。もうゆっくり打ってもいいや、ということを。が言えるけれども、早く行きたい。早い方がいい。な、早い方がいいという立場から言うたら、これ、こっから、こう、もうこれで中心線外れると思う。これで、さーっと言って、ちょっと、これ。これ、大事が大事。前提の仕事が大切で、これここでは何もできないけど、ここでは何もできないけれど、一発目では一発目では筋外して打つだけ、けどこれ途中までもう出だしている、これ出だしている、まずこれスピーディー、これに合わせていただく、はい、手をさせないけれど、さーっとここまでそっとやる、はい、これ、ね、でこれでもうその君打たれた後で手が動かない、疲れたから後ろへ来ないなんて、こういうのがさ、これ足注意してほしいの。足こういう出方しとこう。ちょっと剣道的やる。空手的や。ん？ゆっくりやったら、こう構えて。な？スレスレでこう。もうここってここついたらもう何でもいいやと、その3つぐらいを基本として覚えとったら一番今大切なこと、斬新連動一つ、最初の小さくて早い、それ応用できとったら、今のままできたらいろんなことができる、いろんなことができる、けど真面目に大きいに基本的にこうやってやるんやとか言って、そういうことをやったら先生、はい、泳って言われたら、はい、泳ですかって言うたら、今全く応用やから違うわけ、お金切った。もう見切った。あ、つくんだ。見切る。さあ、ちょっとこの辺に動きる。かな？ゆっくりやると。こう、こう、見切る。そんなもん。ん？ちょっと、命まで取りたくない。手ぐらいだけ知っていたい言うんだ、はい、あーちょっとやってきた、こっちだけ命に別状ない、目切られてちょっともうちょっと温めておき、いろんなことやる、ん、うん、何でもやる、今のやつができたらいろんな応用がやる、うん、これさーちょっとやってそういうふうな応用ができる。だから今のやつを、まあ、最低3つでいいから
前の。お、中心線を、相手の中心線をどう、一本目と二本目は、どちらかと。一本目は払う。二本目は崩す。三本目は、崩しも、払いもなかった。中心線の、はい。一本目、払う。2本目崩す、そう。3本目払いでも崩しよう。あ、これ中心線外すだけでもいい。そういうふうに性格が違う。で、まああまりこちらの威力が。蹴りなんか、せんほうがいい。蹴りなんか、せんほうがいい。こっち側で何々して、こちらで突っかけるかした方が効果があるけど。ちょっと、怪我させたくないなぁ、やった気にできるような人で。もう、これが自分ですか？そういうふうになった。これ、今までの教え方とだいぶ違うな。そうですね。な。そういう、剣道士にね、から。だから、例えば、うん、今までのと、もう役に立つ。例えば、これで、はい、君が、そこからズバーッついてくる。はい。うん、こうついてくるな。な、さっと、これで。ズバーッとついてくる。もちろん2発目も3発目もついていいのよ。だけど今まで通りザッてザッとこれこれはいはい筋外した。僕の中心線これこっちなんだな。君の中心線このままな。そのままで、はい、体の出る勢いで手伸ばす。この辺かな。左手も仕事せよ言われたら、はい、左手も仕事せよ言われたら、これ今まで通りやらないで、それでも、これ、かこい、バーッとやってこいちゃったな、あれの通りや、また力抜いてゆっくり、はい、それの代わりにこれがバーッ。それで応用ができるな。もう一回ゆっくり、はい、ゆっくり、うん、うん、もう一回ゆっくり応用ができる。左手も仕事する。左手も仕事する。左手も仕事する。で、これ連動でやったら、これでもう動かれへんなという。まあ、引いたら動けるけど。けど、最初に疲れとったら、もう引くどころの話じゃないな。だからこれ、はい。ちょっと怪我させないように、はい、やるよ。はい。うわぁこうやってやる。から、ちょっと引くどころじゃない。な。喉を3回ぐらい刺されたら、もうずっとずっと喉あれへん、首あれへん。な、な、またこんな応用もできる。ちょっと押せ。これ、さあ、もう、これで、頭持ってる。ほな、これ、あんなやつは
両手同時、一の輪で、いつも言ったように、一の如しより一の輪の方がいいんだな。で、そのためには両手同時を使わないといけないと。けど、これ、はい、あの、こんなん、あんまり僕は引かん方がいいと思う。まあ、この線でも使うと思えば、うん、はい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 、もうここ打たれた時点で次の動きがなくなっている。はい、はい、はい、あかんよ、そういうところじゃないよ、もう目切られちゃうよ、手も先でなんかこう、バランス落ちてるんですね。だからこんなんでも、上の方来ても、パッパッこれで、ちょっと危なくないように、で、わざと喉ぐらい切ると、はい、そう、これで、もう左手こっちは 出る余地はあれへん、時間的に早く。だから、失敗しても、はい。プッとこう下がる。わけわからなかったかな。二回ついてきてね。はい。はい。こうだ。これ。飛行もだ。飛行だ。一発目はい。なんで、はい。上台に来る。はい。中台に来るみたい。もうどっちでも相手ですね。え？これ。さあ。どうしよう。これ。そういうふうなやつは今までの延長でできる。はい、よくやったな。はい、下がって。これできる。受けんね。で、受けなかったわけない。受けたかった。下がって。何が来ようと。一歩下がる。何が来ようと一歩下がって届かんようにする余裕があったっけ。受けんでも何でも上中で何でもいい。そうそうそう、それで上がる、打ってくるんだ、はい、打ってくるんだ、一歩下がる、うん、はい、はい、一歩下がる、上がる、ゆっくり、これ、この線。な。この線。はい。まっすぐ。一歩下がってくると。また。あんまり打ってきても、もちろん、ずっとこういったら持っていくよ。違う？だから、出て打ってくるか、ついてるかしかできないの。何でもいいね。まあ、あんまりな、せっかく担当もそうだから。蹴りはあんまりやらない方がいい。それで自分です。やったら、やりたくない。全然使えそうな。蹴りは、南部近鉄蹴っても、こちらの方が威力がある。意欲のある方でなんだよ。だから、これ、ただ単純に基本通りってあかんのよ。今の受ける方ばっかりしないと、例えばついてくる。はい、こんなのも、あとんな。これ、やっぱりこれも下がり方な、はい、ついてくる。これでもいいんだけど、うん、こうやってやったら、これ全部遠いな。ここからここまで行くのでやると、ほな、遅い。遅いから次何かやる。だから、同じ下がんねやったら、これが近い方がいい。近い方が早い。距離が短い。
見てから。もう一回やるよ。はい。これで、こうやったら、こう下がってみる。次、君は引くのと、これが出ていく。遅すぎる。だから、これで、こういうふうに下がるのはやった。例えば、受け取っても、まあ、受けに受けたわけ。いや、同じ下がんねえんだ。これ、こう下がった。これ、後が近い。後が近い方が時間が早い。これ、もう一回やろう。あと15センチでつけるな。これで月であろうと面であろうとどっちでもいいねんけれど、こっち側を前にして下がる、下がるとき、こっち側を後ろにして下がらない、こっち側を前にして下がる、こっち側を後ろにして下がらない。特に真半身になるとき特に悪い。まだ整体やったら救われる。それ非常に難しく言うときは、アホはあんなことは分かっていいな。だから基本はどっちでも別にその通りやねん。はい、もう一回これこう下がる、はい、近いか。だからこれで入ったら、はい、これで終わり。こっちが通る、今の真半身、はい、遠い、大きい、大事と負ける、はい、それ、負ける。だから真半身の時特に、はい、剣を前にした状態のままで下がる。はい、真半身の時、剣を後ろに持っていかない。頭のところがない。整体でも同じで、こう下がる。こんだけの距離。はい、入ってみ。バッ。はい。こっちが、はい。通った、負ける、入ってみ、バッ、ほら、負ける。整体でも剣を触るときはごめんせんや、後ろにしない。まして真半身で後ろにしたら大バカもんや。そういう理論がある。下がって五の線を取るときは、お、大体場合やけど前にして下がるぞな。これさ、こう構えると前にして下がるぞ。この構えから言っても、この構えから言っても今の理論は同じ。でこれ後ろに配置でくる、こうなる。で、さらに続いてくる。はい。これは、今こうやな。これ今、後ろやけど。まあ、最初はいいわ。はい。下がって、ごめんなさい。あと10センチかということで。ずっと、引いたとき10センチかということで。いける。それを、はい。これ、整体で、こう下がって、こんだけ。だから最初のそれ以前の構え方がこうであってもこうであってもまあ何でも、五の線を取るときは歯が刀が前になるように下がれ。だからこれは許され、負ける第一。またこれやったらいい、あるいはこれでこう下がるやったらいい。歯が前にある、これと距離があと15センチか10センチか知らんけどさ、それで
キュイって出したら終わりや。だから、俺の銭湯の時、はい、これで、今こう整理だね。これ、別に何もせなかった。何かしてもいい。せなかったもいい。けど前にあったらいい。はい。はい、こうしよう。これで、これ下がりながら、何もせんで下がるのも一つ。ちょっと、もうちょっと手術してくれた方がいいな。うん、ほな、こう、うっ、もうちょっと、もうこれで終わり。下がりながら、もう一発先入れそう。まあ、あれ受け入れてもいいし、攻撃入れてもいいわ。攻撃であれ受けや。な、僕の位置の技や。これで、位置の技をポンと出す。ということ、もう一つというと、刀を下がったとき、前にあるようにしとけ。下がるとき、何かせえと。これってあまり脳がないな。はい、脳がないな。こっちだって遊んどる。遊ばせないのが僕の伝統だ。と、刀を前にせえのが僕の伝統だ。まず、さあ、ずっと言うってことは、これ何かすんねん、下がるとき。下がるとき、はい。何もしない。あかん。何かせえ。けど、こういう形状で、レジがこっちが長いから無理や。な、攻撃は無理。防御はできる。な、防御はできる。これはもう早い、君が早くても、うわーって言われる。そういうふうに、今大切なことを教えたぞ。五の線を狙って下がるときは、下がった時点で刀が前にあるようにしとけ、相手に近い。そして下がるまでに、もう一つの手に仕事をさせろ。ちょっと攻撃が無理だと思うけど、あの、防御はできる。それが、こっちやな。それと、相手が来るときは、今さっきと同じこと言うけど、はい。できたら、線を取れ。今のこの線が、この線よりも線の方がいい。その時はできるだけ両手を使え。まっすぐでもいいけれど、できるだけ筋を外せ。筋を外すことによって一つの技が入ってくる。はい。いいか。これで筋が、これで今まっすぐ入ってよ。体中心で外したら、これ素手や。でも、これ、それが、あの、これで使うたら、両方仕事せい。ということだ。な。だから、ってこと。こういうふうに線を取る。線を取る。それから言うたら、前へ行くときもこういうふうなやつはまあ構えへんけど、逆付きやな、構えへんけど届きが悪い。これ歯がどうしようかって後ろになるとな、こっちがこうすると歯が前になってくる。まあこれの方がいいなぁ、いいなぁ、リーチが長い。あの、リーチが長いことも大切やし、攻撃や防御に要する距離が短い。
いうことも大切。どっちも大切。そういうことを考えてやる。それからもう一つ、心理的なもの、これ心理的なもの。だけどちょっとすれと違って、それバカにしたら大変なことになる。だからやっぱり60、40ぐらいの注意をこっちやるかという、な、殺されないように、例えばこう、はい、これそっち側とこっち側殺しながらこっち側についてくるとしよう、はい、こういうことだな。これ何？はい、はい、ちょっとこんな感じだ。これね、はい、押さえて気をね、なんとここら辺よって言うと、いいか、はい、押さえて気をね、ここら辺ね、こうやってね、そういうところを読まんといかん。僕が両手使えたら、おお両手使うたら絶対勝てるんかいだ、大間違いな。押さえてきよったら上げる、こっち側も、はい、押さえてきよったらふっとする。いいか、相手は両手、まあ普通の人両手使えへん、全然、けど僕は使う。僕のことを学習したら両手使う稽古しよう。あ、だけどそれでもすごいってわーって言って終わり。こっちはの防衛が殺される、こっちはの防衛がすかさん、まあそんな終わり。だからあのいろんなまだまだたくさんの技があるけど、覚えすぎちゃいかん。今日言った3つぐらいで覚えて、あとはちょっと簡単な素手の応用のような技を教えたら、素手の応用の技でできる、ある程度素手の応用。ただ下がるとき肩の前になんか言うたら、あ、素手ではそんな考え方あれ、どっちでもいい。だからちょっと違うところもある。そういうとこを覚えるのは大切。そう、あと、はい、構えて、これ十分じゃったら、はい、構えてってやる、うん、だからやっぱり気力持ってから気合で勝つ、技で勝つ、いいよ。けどそれ以前に気合いで勝つ。だからこれで、あ、やった、あ、これちょっと届かなかったな、気合いで勝つ、はい、終わり。